平本龍之介は日本の漫画家、聴覚障害者である。2019年現在は福岡県久留米市に在住。本名は滝本大輔。東京都に生まれる。出生時より耳に障害を持つ。保険会社に事務職として勤務しながら、2015年より聴覚障害者の解放に聴覚障害の経験を題材とした連載漫画を執筆する。 プロ漫画家になるべく、専門学校への通学経験もある。2018年4月から2019年3月まで、西日本新聞で毎週木曜日、僕は目で音を聞こう連載した。2019年4月、障害者差別の解消への尽力を理由に、福岡県より表彰を受けた。現在、久留米福祉、久留米白和協会に漫画連載をしてる。また、 全国の漫画家有志を集めて、時はカフェというグループを作り、様々な漫画をリレーとして一人ずつ回しながら、描いていく連載を継続してる。コロナ禍でマスクをつける人が急増したことで、相手の口を見て、会話を推測することができなくなった、聴覚障害者の悩みをもとに、エコバッグとコミュニケーションボードを組み合わせた、エココミを開発した。現在は、自身の漫画、僕は、 目で音を聞くのアニメ化に力を入れ、完成作品を YouTube にアップしている。また、制作映像として、第15回佐賀の映像祭に2018年に、インドのハンピオ旅行した時に撮影した、ドキュメンタリー映画、平本龍之介のインド旅行記を出品し、激励賞を獲得した。2021年、鈴木レオとコンビ、DefX を結成。YouTube。 tiktok を中心に活動を行う。abcdef 障害者差別解消権が、表彰漫画家の平本さん明日も特注旅行班、福岡県。西日本新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.nishinipon.co.jp p スラッシュ nnp スラッシュ f 総合、アーティクル。50万1374。 2019年4月25日、閲覧。A.B. 平本の人生堂日刊アマゾンハット、僕は目で音を聞く。西日本新聞社。2019年4月25日閲覧。ありがとうございます。